シスタントのゆきです。今日は皆さんに簡単にできる体操を教えたいと思います。心も体も元気になってみんなで若返りましょう。では体操を始めていきましょう。じゃあ最初は、ね、家の中でもスペースってあると思うんですよね。本当にちっちゃいスペースでいいんで、畳1畳分ぐらいかな、それで全然構わないんで、そこにねタオルでも何でも引いてもらって寝ましょう。寝てもらって、もっと楽な姿勢、自分が楽な姿勢を保ってもらって、そのままゆっくり息を吸って吐きましょう。そしてリラックスしていきましょう。鼻で吸って口で吐く、それがねちょっと難しいなと思うだったら、ゆっくり自然呼吸でいいんで、ゆっくりゆっくり吐いて吸ってっていう形でリラックスモードにしていきましょう。この時に気をつけてほしいのが、肩が上がったりとか、ちょっと緊張がね入っちゃうんで、肩はしっかりつけた状態の位置にしてもらって、顎が上がらないっていうのがね大事な姿勢です。もし上がっちゃう人はね、ちょっと腰のあたりにタオルを入れてもらうとリラックスできるかなと思います。じゃあそのままゆっくり息を吸って吐いて整えていきます。さあゆっくり目を閉じてもらってもいいですよ。そのままゆっくり吸って吐いて、はい、じゃあそのままゆっくり膝を曲げていきましょう。そのまま膝を立ててもらって、骨盤の周りからほぐしていきます。そのまま左右に両方の足を倒していくんですけど、最初はね左の方にずっと倒していきます。左にじわーっと倒していく、はい、戻して、今度右にじわーっと倒していきます。そう、ちょうどこの骨盤周り、背中の方がね自然に伸びていくのを感じると思います。徐々にゆっくり緩ましていきます。そう、これを3回目、そのまま4回目、はい、5回目、はい、6回目、はい、7回目、はい、8回目、はい、9回目、はい、10回目に来ました。OK です。じゃあ今度はそのまま開いた状態を閉じていきます。閉じた状態で左に倒していきます。そのままゆっくり左に倒すで、右の方にゆっくりね首をね倒していってください。背中と腰と腕とねずっと伸ばしていきます。ゆっくり伸ばし伸ばし、それも自然呼吸でいいんで息を止めないでください。で戻して、またそのまま反対側に倒していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回来たらまた反対側に行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、また反対に行きます。それを10回数えながら、両方ね、両方で10回ぐらいで構わないで、気持ちよく伸ばしていってください。そのまま、はい、また逆いきます。そのまま1、2、3、4、5、6、7、8、そう、数えてもいいし、本当に自然気持ちいいなと思ったところからまた反対に行ってもらっても構いません。あまりね、カウントを意識しない形でも構わないんで、気持ちいいなと思う形で全然構いません。ずっと首までずっとねじった状態で、はい、また反対側もじわっと伸ばします。伸ばして、どんどん背中の方も緩まっていくので、首の方もどんどん反対側にねねじりやすくなっていきます。じわーっと背中、腰、腕までずっと伸ばしていきます。はい、あと2回ですね。ゆっくりじわーっと倒して、1、2、3、4、5、6、はい、ラスト、反対側、じわーっと
押す。1、2、3、4、5、6。はい、戻していきます。少しずつね、ポカポカね、暖かくなってるのを感じると思います。そのまま左足を伸ばします。もう手はね、そのままでいいです。ゆっくり右足を引き上げた状態で、今度は左の方に倒す。少しね、左手で膝の方、もう届かなかったら届かないで、このままで構いません。届く人はそのまま膝を上から当ててください。そのままずっとねじった状態でゆっくり握ります。じわー。で、先ほどよりももっともっと柔らかくなってきてるので、腕の方もぎゅーっと伸ばしていってください。はい、戻して、これも10回ぐらい数えてもらって、反対側行ってもらったらいいですよ。ゆっくり押さえながら反対側、じわーっと伸ばして、首の方もじわーっと、そのまま指先見るぐらいまでずっとねじってください。1、2、3、4、5、6。はい、戻す。同じくねじる。そう、ゆっくりね、じわーっとね、いろいろ楽しいこと考えながら、しっかり楽しみながら伸ばしていきましょう。はい、戻して、はい、もう一回反対側、じわ、1、2、3、4、5、6。はい、戻す。少しずつ少しずつね、体も慣れていくんで、動きもスムーズになってくると思います。ゆっくり伸ばして、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、戻す。はい、もう一回ねじって、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、ラスト2回ですね。ゆっくりねじる、左に、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、ラスト、はい、ねじって、どん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 腰回りが柔らかくなっていってます。ずっと伸ばして、2。はい、戻します。そのままね、腰回りが楽になっているので、そのまま足を伸ばします。そのまま軽く伸ばしたまま、つま先両方右左に動かして、少し腰から下を緩ましていきます。ぐらぐら、そのまま楽に楽に、今日のお昼何食べようかなとか、明日どこ行こうかなとか、何かいろんなね、楽しいことを考えながらね、ゆっくり左右に揺らしてください。ゆら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 、そのまま楽にしてから、今度はつま先をゆっくり上に上げていきます。その時の意識は親指の方を意識してもらって、ぎゅっと、膝は必ず天井です。ゆっくり引き上げて、ふくらはぎと膝裏伸ばしてみます。楽にして、この時も手はね、あんまり上じゃなくって、下の方で構いません。上、つま先上、はい、戻して下、はい、上げて、3回目、はい、戻す、はい、4回目上げる、はい、戻して、はい、5回目上げる、はい、戻す、はい、6回目上げる、はい、戻して、はい、7、戻す、8、はい、戻して、はい、9、戻して、はい、10。はい、これから左右にこう動かしていきますけど、下に落とす方と上と同時、同じ力でできるだけゆっくり甲の部分と足裏と伸ばしていくような形で、ゆっくり気持ちよく伸ばしていきます。循環をどん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 良くしていきましょう。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、ゆっくりゆっくりゆっくり。じゃあ、そのまま足首の方がね、緩んできてるんで、内側から外側に回していきます。その時は無理せず、ゆっくり自分ができる範囲で、もう少し動かせそうだったら膝の方までね、緩めてもらって、大きく股関節から動かせるような形でも構いません。ゆっくり回していきます。そのままこれも外側に10回回して、で内側も10回ぐらいでいいです。
疲れない程度でゆっくり楽しんでいきましょう。そのまま回す。はい、逆回しいきます。内側から、はい、3、はい、4、戻して5、戻して6、はい、7、はい、8、はい、9、10、 OK です。そのままもう一回右左にもう一回ゆらゆらさせてください。だいぶね、腰から下、背中の方がね、どん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 暖かくなっていくのを感じると思います。じゃあそのままの状態で足を楽にしてもらって、大きくね、布団の中で寝てる時の形でずっと大きく伸びをします。ぎゅーっと伸びをして、もう力抜きます。もう一回ぎゅーっとね、自分ができる位置で伸ばして、はい、力抜いて、もう一回上に。じゃあそのままもう一回手を今度は横に持って、上の方じゃなくて横に持ってきた状態で足を遠くに持っていきます。さっきは曲げたりしてますけど、遠くに背中、腰、腕全体でこう伸ばしてるとね、同じ方向をもう少し上まで引っ張って、もっともっと背中の方と腕と伸ばしていきましょう。胸を開くような形で1、2、3、4、5、6、はい、戻して逆、ぎゅーっと伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、戻して、この時はね、天井見てもらってても自分は楽な状態でいいんで、腕と背中と足の方を意識して伸ばします。ぎゅーっと伸ばしていく、息は止めずに自然呼吸で、はい、戻して、また反対側、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、戻して反対いきますよ。次はそう、腕もね、ちょっとずつ柔らかくなるんで、本当にちょっとずつね、自分でね、遠くに持っていくようなイメージで引っ張ってください。はい、また逆いきます。伸ばして、1、2、3、4、5、6、7、はい、戻す。はい、ゆっくりじわ伸ばす。はい、戻して、はい、どん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 ね、腰の周りが柔らかくなるんで、足先も遠くにね、持っていけるんで、自分ができる範囲でずっと伸ばしていってください。はい、戻して、ラスト2回ゆっくり伸ばしましょう。ぎゅー、伸ばして、高い位置でもいいです、自分ができる範囲で。はい、無理しないのが一番です。はい、逆、ラスト、ぎゅー、1、2、3、4、5、6、はい、戻します。今で背中と腰がリラックスできてます。じゃあ一回ね、足をちょっと開きます。リラックス。これもね、大きく開かなくていいです。楽に。そのままで一回腰、お尻をゆっくり上げていきましょう。顎を引いてゆっくり背中の方を上げていきます。で、首の方からずっと背骨一つずつ意識しながらゆっくり下ろします。はい、もう一回上げて、2。はい、下ろします。はい、そのまま3回目、ゆっくり上げて、はい、首の方から下ろします。はい、戻して、4回目、はい、首の方から下ろす。はい、戻して、5回目。そう、10回とかって言ってるけど、10回までしんどかったらね、7回も8回でも全然5回でも構いません。自分ができる範囲で、ゆっくり行ってください。上げて、はい、下ろす。はい、そのまま上げて、はい、下ろします。あと2回いきましょう。上げて、はい、下ろします。はい、ラスト1回、ぎゅー、はい、下ろして、はい、そのまま足伸ばします。楽にします。で、もう一回手をね、先ほどよりも多分背中の方のこわばりが取れてるので、もっと腕が上がりやすくなっています。そのまま一回ぎゅーっと伸ばします。
伸ばして力抜いたところで手は楽にまた横に持ってきますね。今度そのまま股関節は一回ゆっくり自分が引き上げるところまで引き上げてもらって、外側にぎゅーっと、外に行かなくても自分が動かせる範囲でゆっくり回していきましょう。半分そのまま引き上げて外側にゆっくり、さあ内側のね循環をもっともっと良くしていって血流を良くしていきましょう。そのまま4回目じわ、はい5回目、はい戻して6回目、はい7回目、はい戻して8回目、はい9回目、はい、10回目で膝引き上げて横、膝の重みでゆっくり倒してください。そのままキープです。1、2、3、4、はい戻して反対側いきます。そのまま引き上げて同じくできる範囲で外に、はい戻して2回目じわ、はい戻して3回目、はい戻して4回目、はい戻して、で5回目ゆっくりつけてからで、ね、伸ばすような感じで、はい6、はい戻して7回目、はい8回目、はい9回目でラストですよ。ゆっくり引き上げて同じく膝の伸びでゆっくり倒していきましょう。そのまま止まって1、2、3、4、5、6、はい戻して足を伸ばします。はいもう一回ギューッと引き上げてきてください。ギューッと引き上げて、はい戻します。もう一回引き上げて、はい戻して、今度足を伸ばした状態で脇の方に、これもね個人差があるんでゆっくり上げれるとこまで膝上げてください。少しね持ってもらってもいいですよ、持たなくてもいい、自分が上げれる範囲で上げて戻します。はい反対の方も上げる、はい戻す、はいもう一回上げる、はい戻す、引き上げて上げて、はい戻す上げて、はい戻す、はいもう一回上げて戻す、はい上げて、はい戻す、はい上げて、ラスト中です。そのまま上げてゆっくり右上げる、はい戻して左です。はいそのまま足を伸ばしたまま軽く右足を左にかけます。少しだけ左の方を向くような形、膝を緩めながらゆっくりじわーっとねねじっていってください。そのまま目線を少し右の方に持ってきます。はい戻して逆、同じようにじわ、目線は左に、少しですねちょっと整えますね。そのままゆっくり右、もう一回からずっと右を向いていきます。はい戻して今度左、はい OK です。そのまま手をもう一回組みます。組んだ状態で上に伸ばしましょう。できる範囲でゆっくり顎を引きながらずっと伸ばします。はい力抜きます。息吸って、はい吐きながらずっと手を楽にします。じゃあこれでねそのまま寝た状態の運動は終わって、今度は座った状態でいきましょう。